日テレの平松と申します。本日はお忙しいところありがとうございます。ですね、この、沖縄男逃げた、12時にホームページもサイトアップしておりますが、ネットとテレビの世界でこうリアルタイムに企画が進行する、新たなユーザー参加型クロスメディアドラマということで、番組を見逃した方、はですね、パソコンや、携帯からビデオオンデマンドで、第2日程を中心に、まあ、無料で、本編をご覧いただけるということ で今日私から皆様にお伝えしたいことは、狙いとして1点だけです。我々弊社、デジタルコンテンツセンターではですね、今目指していることは、最強のプラットフォーミング集団になろうということです。あるコンテンツ、今回はまあドラマですけれども、それを複数のメディア、これをまあプラットフォームという言い方をしています。地上波、ネット、モバイル、そういう感じですね、においてこの縦横を、無尽にですね、かつまあ戦略的に展開することにより、最大の視聴者接点を獲得して媒体価値を上げていこうということを意味しております。まあ、ご紹介をいただきました NEC で携帯電話を担当しております安江でございます。NEC はこの 905i と iMU のプロモーションに、本ドラマのクロスメディア展開によりまして生み出されますさまざまなユーザーとの接点を活用するという新たな試みをこの日本テレビさんと共同で実施をしてまいります。消費者のネットへの書き込みが他の消費者に次々と検索されて、それがいわゆる口コミ情報として広がっていくということを考えてございまして、今回のプロモーションはそうした消費者の購入のビヘイビアの変化を踏まえまして、クロスメディア展開によって消費者のネット上での口コミを積極的に掘り起こし巻き起こし、N905i もしくは iMU を知っていただき、また身近に感じていただいて、そして手に取っていただいて楽しんでいただくというふうなきっかけを作っていきたいというふうに思っております。